え場所変わっちゃった。千両集めよっか。羊倒しちゃう。羊毛16色できました。さあそうしたら次何いく。あ、ガラスできないはず。あの茶色がないもんで、そもそも今茶色はね、羊毛は茶色がいたもんで大丈夫だったけども、茶色がないもんでガラスはできないんだよね。まずエイトラをゲットしてジャングルを探さないといけない的な案件があるもんでね、砂漠欲しいよね、そうなってくると。でエンダーマンがいたら倒しましょうっていうのはしっかりと覚えつつやっていこうか。だからとりあえずじゃあもう一回外行こっか。とりあえずエンドラ討伐にする。ただもしかしたらエンダーマン倒すよりも取引した方が早い可能性もあるんだよね。どうしようかな。地下掘って石炭集めてエメラルドブロックで取引っていう可能性はあんのか。おお、ブーツやった。つかいなそう。なんか川細工しかいない、この辺。教会がないといけないんだっけ。司祭が欲しいじゃんね。司祭がね、いないかも。あれ、教会じゃないよね。あ、まあ、そっか。別に役職変えりゃいいのか。よし。なるほど。パールは多分エンダーマン倒した方が楽でしょうということで、とりあえずじゃあ近くの砂漠でも探していくか。じゃあこっち行ってないから次こっち行こっか。エンダーマンを一応倒す方向で行こう。もう私ぐらいの実況職があればエンダーマンなんてね。3匹、あら。あらら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 らいいね、ここね。あ、よかったよかった。まあ、ありますってことは、しっかりとここ覚えておいてね。オッケーオッケー。ここはオッケーだね。で遊びも小池で集まるよ。で遊びをめっちゃかかるからな、エメラルド時間。もうそっか、掘るよりも簡単かもしんないか。交易、ちょっと、考えた方がいいのか、しっかり。その場合、だってこういう紙の材料は持ってった方がいいのかな。禁止ブロックはまあ、あの、エイトラ手に入れてから多分、すぐ見つかると思う、きっと。まあ、結局のとこ、ほんと、禁止ブロックとかはね、運次第だもんでね。私の交易何が一番いいんだろう。交易って意外と大変だよね。石炭をたくさん集めて交易して、それをダイヤモンドにする。木の棒で交易、木の棒で今交易できんの。知らんかった。重木の棒で交易できんの今。マジでめっちゃ簡単じゃんそれ。石とかもできるの。あ、じゃあ交易の方が楽、もしかして。さっきの村は人少なかったから、次の村でやってみようか。じゃあ次の村見つけたら交易してそれでやる。じゃあ石とか持ってきた方がいいってこと。なるほどね。卵はちょっと大変かな。待って、何が一番簡単。木の棒、木の棒が一番簡単。木の棒が一番かなったら木の棒でいこうか。木の棒は32個。ってことは、原木1個で4の16個だもんで、原木2個でエメラルド1個ってこと？マジで？マジで今の計算私合ってる。めっちゃ簡単じゃないそれって。だって原木一番集めるの楽でしょ。ていうか、長くね、ここのバイオーム。もういいよ。うわ、もうどこまで行っても、どこまで行っても待つしかないんだけど、これ。やばい。アミンだよ、完全に。まあ、今度雪国だ。マジか。雪国だね。あ、でも村あった。村かなあれ、本当に。何あれ何あれ、知らんだが、あの形のやつ。何これ村これ。一個しかないんだけど、この村。お家だね。あ、村っぽい。お、すごい。おー。え、あ、向こうは、離れ。いじめられてんのこれ。熱い。めっちゃいじめられてんじゃん。よいしょ。お、いいね。鉄が、欲しいかって言われたら微妙だけども。さあ、この村人さんたちと一回交易してみて、どれぐらいエメラルドを集められるかやってみようか。ででん、2とか。お、いっぱいあるんだね。あ、じゃがいもで松がありの、うん、なるほど。待って、この村めっちゃなんか微妙なんだけど。え、これ全員2と、もしかして。なんだこいつら、なんだこいつら、ニートしかおらんだが。え、じゃあどうしよう。木の棒と交換してくれる子は何作ればいい？それで木の棒と交換しよう。で、どんな感じなのかやってみようか、一旦。何を作れば OK？ 野菜くだい？なんだそりゃ。作り方知らんな、それ。ヤシ？ヤシはどうやって作ればいい？木打ち石2と木4個。つまり、砂利が欲しいと。いや、ここ昔はこれ砂利だったよね。砂利、砂利。これ砂利かな？はい。よいしょ。はい。はい。はい、と、やった。で、さあ、何個で出るか。ほい、ほい、ほい、ほい。おーい、マジで？まあまあまあ、私だからね。じゃあ、それで作っちゃって、あの子たちをちょっと変えて、で、交易しよっか。木の棒でどれぐらいいい感じになるか。作業台を作っておいて、これか、あった、出た。あ、ヒチしていいんだ。よし、じゃあ、これでこれをここに置いて、さあ、誰がなる？この子か。おー。ほう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 。なるほど。これを使って、こうして、
え、ちなみにさ、エンダーパールは何のアイテム作れば OK？ 醸造台、あー持ってくればよかったのか。じゃあまあでもいっか、ここの子たちさ全員と取引して、とりあえずエメラルドたくさん集めておけば OK かな。まあどっちにしてもネザーには行くじゃんね。そうしたら、あ、そっか、そう考えたらネザー行って別にどっちにしても醸造台は作るから、そのこと考えたら別に村まで戻らなくてもいいのか。いや、いいねいいねいいね、これこれいいね。そいっとそいっと、いやーなんか楽になったね、エメラルド取るのもね。鎌倉の地下に、あーなるほどね。そっかそっか、それ探す、一応雪国だもんね。なるほど、それ探すのも一応ありっちゃありか。一回寝とこう。おやすみ、おやすみなさい。寝るなよ。 おやすみなさい。結構攻撃できるね、思ったよりも。やると思ったけどさ。なんで私寝、私寝るんでしょうか、こう今から。殴るぞ。言うて、あそこにいるか殴れないけども。よし、おやすみなさい。おはようございます。どこ行ったヤシは。ヤシどこ行った？私ヤシ。あれ、カンカンってやれば集まってくるかな、ここ。カモーン。あ、逆か、もしかして。あ、待って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 。よいしょ。めっちゃ集まる、本当に。すごいな。野菜空台も増やすべし。増やす？でもさ、取引終わってから作り直せばいいかな、みたいなとこがあって。はぁ、ただ、絵面めっちゃ地味だね、これ。大丈夫かな、こんなんで。まあまあ、今は地味だけどね、この後エンドラとか倒していくからね。まあ、地味な絵面もあるさ、そりゃって感じでね。ナチュラルに家から拝借している。そこにね、原木があるからね。ちなみに何個あればいいかな？エンダーパールはいくつで交易できんの？ 15 個ぐらいのエンダーパール分まで交易って考えたら、何個あればいいの？ 5 個、5個、エメラルド5個でエンダーパール。ってことは、1スタック以上エメラルドを集めないといけない。待って、エンダーマン倒した方が早くね？昼間はさ、なんか作業をして、夜にエンダーマン倒して、エンダーマン倒してエンダーパール集めた方が早くね？え、そんなかかんのか。じゃあいいや。完全にエンダーマンの方が早い気がする。だって、今これで3個でしょ？一晩かかって3個って考えればさ、大して変わんないよね。じゃあ、どっか行こう。やっぱ砂漠探した方がいいのか、つまりは。まあ、どっちにしても醸造台はあった方がいいのかな。一応、念のため、やっておいてもいいのか？わからん。じゃあ、砂漠が全然近くいないな。やばいな。砂漠以外にもさ、雪国の方が戦いやすいとかってあんのかな？砂漠、でも砂漠はあれなんだよね。マグマ溜まりも出てくるから、それで戦いやすいとかもあるし、雨も降らないんだよね。雪国雪降るからな。攻撃の方が楽じゃない？いや、エンダーマン倒しって、そんな大変じゃないから、ボートがあれば。エンダーマン倒しがめちゃくちゃ大変だったら、まあ、少し時間かかってもってなるけども、エンダーマン倒しめっちゃ簡単だからね。お、こっちにも村あった。すげえ。いっぱいあんじゃん。うわ、なんかすんごい村だよ。こんな村なんだ。え、これって何？製氷？はあ、つかめっちゃ行ったわ、こっち村人。またニートだらけか？あ、だからこれ回ってこっか、せっかくだから。よいしょ。職業ブロック回っていこう。職業ブロックを回しちゃう、一旦。ユーティリティ系終われそうな感じが、エメちゃん、するから、ユーティリティ系終わらせようかなと思うんだけどさ、こういうのも集めちゃえばいいじゃんね。ね、全部盗んでいけばいいからね。まあ、こんなところにも。あら、こんなところに。かまど。あ、スライブロックがない。なるほどな。ありがとうございます。じゃあ、まだ終わんないのか。じゃあさ、次さ、湿地帯見つけたらさ、そこで一旦止まってさ、スライム待つ？雪ブロック。湿地帯があるかどうかわかんないけども。じゃあ、こっち行くか？え、待って、砂漠が砂漠が全然ないね。あ、でもマグマここにある。でも別にここで戦いやすいかって言われたらそれでもないよね、多分。でもここ一旦さ、繋げちゃってもいいか。ここ一回繋げようか。で、一回帰ろう。ってことで、さ、新しいところに繋がればいいけども、どうかな？繋がんない可能性の方が高いかな？一応見ちゃおっか。1145。ワンチャン新しい場所だね、多分。いけるかな？ここにマグマがあるから、こう。掘って、タン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 とやって、で、ここをつなげてと、ほい、1。もう何回目かわかんないけどね。え？あ、凍っちゃう！そうだった。凍っちゃうじゃんね、これね。上に土を置けばいいのか。これで OK？ あーい！あれ？氷ってさ、あれ？そうだっけ？氷って、壊せば水になるんじゃないの？あれ、もうそういう仕様も変わってる感じ？嘘やん。ねえ。知らんわ、そういう仕様。よいしょ。はい。こうして。
こう、もうなんか本当さ、楽いんだよね、最近すごい。あ、下にブロックを置かないと、なるほどね。下にブロックを置けば水になるんだ。はぁ、いろいろ変わったね。さあ、結構近くに出てくれたら嬉しいんだけどね。まあでも、ネザー的な距離的にはさ、128ぐらいしか離れてないはずだから、大丈夫だと信じたいけども。よし、じゃあ繋げまーす。どーん。さあ、どこに行くかな？新しくてかつ、見やすい、わかりやすいところ近く。どうだ？83。まあでも大丈夫かな。いつの間にダイヤモンド通橋こんななくなってると思ったけど、これ弱いの持ってきちゃった私もしかして。ガスト近くにいるね。でもガストでね、遠くの方で湧いたとしても声が聞こえるもんで、これが果たして近くにいるかどうかっていうのは分からない感じ。遠いな。あー、出た出た。ん、下か。高さをメモってないんだけどさ、高さを分かる人いる？ここも一応座標メモっとくか。117の70で36。なるほどね。いや、結構下なのか。向こうってこと、つまり。一旦じゃあ、横行くか。向こう側行ってみよう。こっち側行って下に降りる方法があればいいんだけど、ほぼゼロだったよ、確かね。え？ないのか。もうちょい向こうか。ツルハシ作って下掘るか。ここを掘っ、うん、おっとっとっと。あったもう離れてんじゃん、じゃあ。離れ小島だ。繋がってないっぽいね。向こうには行って、向こうからこっち来るときに階段を的な感じにしよっか。まあ、一応ね、あっちの方にね、この先には雪国がありますよってことは覚えておきましょう。さあさあさあ。まあ、これとりあえず、まあ、ここまでは来れましたよと。あ、でも別に、そんな高くない。うん、これひどいな、これ。こっちから行けばなんとか。いや、そんなことないな。はあ、ただいまー。なるほどー。なるほどなー。そうなってんな。夜だねー。寝ましょう。おやすみなさい。